ちょっと映像が、切れましたけど、人間ってのはこの表層心理と深層心理っていうものがあって、表層心理っていうのは話したり、まあ書いてることですね。で、深層心理っていうのはその人の実際の行動です。で、行動、人間ってのは心の中の本当に本当の思いが行動となって現れますから、まあ、願いとか叶えたいこととかあった場合、心の底から本当にそれを思ってるかどうかで全て決まると思うんですね。ですから、まあ、こういうものだとか、世の中こういうものだとか、時間がかかるとか、そういうことは抜きにしてですね、それに投入してみる、完全に投入してみることによって、どれだけでも、まあ、答えが与えられますし、やりたいことをなせると思うんですね。ただ、私こういうことって、本当は学校の先生とか、まあ、親とかがですね、その子供の時からこの自由っていうのは、この、例えばお金がなかったら万引きしなさいとかそういうことではないんですけども、この自由にね、自分の思いの通りに人生運ぶんだということを、本当はね、教育されて教えたりしてもらわなければならないんですけども、残念ながら、その教える方の立場が現実とか、今この分かってるこの物質社会ですよね。数学なんか理科なんか証明、目に見えるところで証明してますけども、そういったような中での教育ですから、なかなかそういう機会に、恵まれないというか、そういう機会に接しられないのも、事実なんですね。まあ、私自身も実際そうでした。音楽、音大生時代までは。ただ、今、指示してもらってる、この塚本先生に会うことによってですね、実はそうではないんだ。自分の本当に思い一つ、心一つで、どんだけにも展開するんだという。で、何かこの、不安や恐怖とかストレス、それから他人を憎んだり、他人のことを恨めしく思ったり、怒ったりという心はですね、実はこの人間が本来であればない、ね、感情だったんだということも知ったんですね。本当であれば、そういう感情は、起こる行動は、例えば、ね、傘がない時に雨が降ってきたとすると、大抵の人は、まあ、傘がないのについてないなとか、被害妄想的に感じたりすることもあるんですけれども、実はそれがそうではない。傘がない時に雨が降ってきたとしても嬉しい。まあ、それから、他の人にこの何か言われたり、自分の意図していることと違うことを言われたりしても、ああ、こういうような考えもあるんだっていうことで、まあ、相手のことを尊重したりとか、まあ、今、これだけ、平和団体とか世界運動とか、この平和を願わない人っていうのは一人もいませんけれども、平和を願っているのに実際そうなっていないってことは、言ってることとやってることが違うんですね。で、どうして世界が平和にならないのか、世界っていう単位をずっと縮小していくと、大きな広いところに世界があって、で、地球があって、民族や国家があって、で、社会があって、で、最初は家庭なんですね。で、家庭の中でも、まあ、兄弟同士、まあ、夫と妻とかって会いますけども、もっともっと分析していくと、人間一人一人の心の中ですよね。心の中に葛藤とか、迷いとか、そういうものがあってはいけないんですけども、今の人たちっていうのは、この自分の欲というのは本当に危険なもので、はるかにこの人を滅ぼす方向に行きやすいというか、逆に人を喜ばせたり、多くの人を、より多くの人を幸せにする欲というのもあります。まあ、行動一つですけれども、行動は同じであっても、その人の内なる思い、動機と目的によって、それが悪いのかいいのかということが決まって、来るんですよね。まあ、その中で、
何が悪くて何がいいのか、その人なりに判断して、その人の親から教育された、学校で教育された、テレビで教育された、まあそのような自分なりの、まあ、善悪の判断といいますかね、それによってますけれども、実はこの宇宙には法則がありますために生きる、そのことをやった時に他人が滅ぶようなことっていうのは、これ宇宙の法則に反しますから違うんですね。ちょっと何を話しようとしていたのかちょっと逸れてしまいましたけれども、まあどうしてこの、あ、そう、平和にならないか、この自分の心の中で本心のこの本当はこうしたいんだけれども、欲があるんだけれども、これをやってしまうと人に迷惑がかかるとか不幸になるとかっていう、今の人間っていうのはそういう欲を必死に抑えつけながら生きている状態なんですよね。でも実は本当はそうじゃなくて、本当の基準ということを知ることによって、どういう欲が正常ね、宇宙人のためになって、自分もこの自分のためにもなるし人のためにもなるか、ね、でもどういう欲は逆に自分は幸せになるけれども他人は滅んだり不幸になるかということを、この宇宙の法則にのっとって考えてると答えが出てきます。まあ、まだまだね、ちょっと喋りたいことがいっぱいあるんですけれども、まあ、ここでその全てを語ってわけにもいかないので、ちょっと、このような形でね、メッセージを残してみました。まあ、こういう自分もですね、まだまだ本当に修行の身、一生かけて修行の身ですから、まあ、至らないとこはあるかもしれませんけど、ただそれが出てきてたらですね、すぐ修正してですね、また例えば新幹線でも、東北新幹線なのか東海道新幹線なのか、同じ出発点は東京なんですね。東京でもし青森方面に行かなくてはいけないのに、間違えて東海道新幹線に乗っちゃったとします。まあその時に東海道新幹線っていうのは新横浜、小田原っていう風に停車していくんですけど、少しでも早く分かれば、間違いに分かれば、お金も苦労も時間も少しで済みますから、それから雑草なんかでも 目のうちに摘み取っちゃえば、すぐ他のね、雑草が早く伸びてボーボーになってしまって、ボーボーになってしまってからではもう苦労もお金も時間もね、大変にかかります。まあこのように、まあ、自分の中でね、ちょっとまずいなという思いが、これは天の宇宙の法則に反してるなという思いがあれば、すぐ修正してやることで、こうして楽に、より楽にですね、生きることが今できてます。先ほどの昨日の夜、まあブログの友達に教えてもらったんですけど、なんとか無線なんとかって、さっきカーペンターズのね、音楽がかかってましたけども、私あれ、ここにも何回か泊まりに来たことがあったんですけれども、いつも夜遅くまで起きて寝てますから。で、寝て起きて、眠りの布団の中で聞くことが多くて、なんとなくいい音楽だな、なんて思ってたんですけども、今日、このような形で、まあ、まさか動画を回してるときにこれが、ね、発表っていうか、これが流れるとは思ってもいませんでした。まあこれもね、天の采配かなと思います。ここにちょっと逆光で見えませんけど、八ヶ岳があります。2012年の9月16日、またね、ちょっと節目としてこういう動画を撮影してみました。ここにお地蔵さんがあります。今日も一日感謝でね、喜びと感動で完全投入で生きるっていうことをこの手に誓って一日出発したいと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。